戦術核まであり得ると思います。戦術核は流れによってはあり得ますね。それまでには何段階かありますので、まあ、NATO が介入してきたら第三次世界大戦がひどくならないために何らかの形で止めないといけないって思った場合、想像つかない世界になると思うんですよね。言っちゃってよかったのかな、すみません。まあ、プーチンが暗殺されるってことはあり得るんですか？あり得ると思いますね。それを暗殺するとしたら誰なんですか？怖いな。予習で堀江さんの動画を見てると、やっぱり宇宙の本気の人はソ連の業績にお詳しいなと思いまして、でやっぱりソ連って政治もロシアの人ウクライナの人っていうのは結構一緒にやってて、レニングラードの人々とウクライナの人々がまあ交互に政権を握るとか、そんな感じの風もあって、で今工業生産ウクライナの工場とロシアの工場を切り離せない関係2014年まであって、2014年にもうウクライナもロシアに輸出できないし、ロシアも輸入できないっていう風に関係が悪くなっちゃったので、兵器や宇宙のものも断裂が起こっちゃったんですね。でそれでもロシアはなんか1回2回か脅しはかけたんですが、アメリカにそのロケットの1段目ですね、輸出を続けていたと。でその段階と比べても、もう今年のはもう全部壊してますよね。ウクライナの工場もね、壊してるわけだし、そうそう、だゼニートを作ってる工場とか、まあ、NPO 有事の例とかはもう実は戦争始まる前段階からきな臭い噂としては、そこの工場の従業員が臨みの危険にさらされてるとか、そういうニュースがちょこ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 、まあ、僕らちょっと業界なんで、あらこれ大丈夫かみたいな話になってたんですけど、そこはだから当然ロケット作ってるってことはミサイルも作ってるんで、設計局ってのがあるんですよ、ね、デザインビューローってんですかね、っていうのが今もう会社になってて、 NPO エネルギアとか NPO エネルゴマシとか、そういうロシアの公営企業みたいな感じになってるんですけど、そこが分散してましたよね。でロシアは実はロケットの車上いまだにメインはカザフスタンのバイコヌールですから、これも結構政治的には難しくて、バイコヌール使えなくなったことを考えて、実は車上を極東に作ったんですよ。これもでも竣工したの最近ですよ。そうですね。ただそれを一緒にやりたいと言っていたプーチン大統領は、それをソ連の偉大な遺産を壊しちゃってるんですよね。だからそこの非合理性がとっても理解できないですよね。 ISS なんかもどうなるのかっていう、うん、本当にいろんなところに影響を及んできますね。 今のところ脅しはかけてんだけど、あれはプーチンじゃないですけど、プーチンの部下がお前ら ISS どうやってリブーストすんだみたいな、ロシアいなかったらできねえだろうっつったら、イーロン・マスクがスペース X、はい、ツイッターでやり取りツイートしたりとか、これ最後に今後どういった情報に注目していけばいいのか、ちょっと見方というかお伺いしたいなと思うんですけども、大体、はい、ロシアが出してくるものっていうのはこう意図的に恐怖を煽るとか、そういうものがある。例えば原発の攻撃だとか、あれ実際にやってるわけなんですけれども、彼らの狙い通りの恐怖になって焦って言いなりにならないようにっていうのは気をつけた方がいいなとは思いますね。なるほど、恐怖を植え付けるってところがすごい、はい、目的なんです彼らの。実際のところ例えば戦術核を使うんじゃないかみたいな話とかは出てきてるじゃないですか、はいはい、で例えば燃料気化爆弾とか、そういう残虐な兵器っていうものを一部使ってるというような報道もありましたけれども、戦術核まであり得ると思います？戦術核は、まあ、流れによってはあり得ますね。ちょっと今の去年まではもうそれはまだないと思ってたんですけど、これからはちょっといろいろ予期しないといけなくて、まあ、それまでには何段階かありますので、まあ、NATO が介入してきたらとか、そういう段階になってきたらっていう感じなんですけれども、まあそうですよね。今はだからその側面的なというか、後方武器支援ぐらいだけれども、直接的に戦力として介入してきたらとか、介入してくる可能性もあるということですか？まあ今のところはかなり NATO 側で難しいですから、まあ、ただちょっとロシアがもう考えられないひどいことに進めば、ちょっとアメリカ世論もだいぶ変わるかもしれないですし、例えばそのウクライナで無差別攻撃がものすごいひどくなると、でこれが例えば第二次世界大戦ってミュンヘンの融和がまずかったってよく言われるじゃないですか。それでチェコスロバキアをナチドイツに引き渡してから、結局ヒトラーは止まらなくてポーランドが侵略され、それで第二次世界大戦が始まったと。でそれが今ウクライナに起こっているんだってみんなが思えば、ここで止めないといけない、第三次世界大戦がひどくならないために何らかの形で止めないといけないって思った場合には、本当想像つかない世界になると思うんですよね。その言っちゃってよかったのかな、すみません。まあでもそこまでウクライナからロシア軍を締め出すっていうところで、まあそこまではやってしまう可能性はあるってことですよね。そうなってきた時にロシアがただで黙ってはいられないわけで、どこに広がっていくかわからないなという。これって例えばプーチンが暗殺されるってことはあり得るんですか？あり得ると思いますね。それを暗殺するとしたら誰なんですか？それは
まあ、クレムリンの近くにいる人がうちらの国が滅んでしまうから止めないといけないっていうふうに思えばあり得るかなと思います。でそういうことが起こり得るからということでプーチンもかなり今武漢に対しての恐怖政治を強めてますのでかなり引き締めてますね。もう従わない素振りでも見せたら本当に吊るし上げるという怖さを見せているので本当プーチン以外は全部恐怖に駆られると。怖い怖いでしょそろそろお時間となりました。堀江さん、うん、本日いかがだったでしょうか。いやすごい勉強になりました。ありがとうございました、本当にすみません怖い話ばっかりして全然いい話がなくてですねなんか本当、ね、ウクライナのセルゲイ・コロリョフがスプートニクを、ね、偉業達成した話とかもう少し楽しくしたかったんですけど。そうですよね、そうですよね。明るい話も次はできるような形で落ち着いてからがいいですね。ちょっと楽しい話したいんで、はい、わかりました。